MLB 地区シリーズ第2戦ドジャース2の10パドレス。日本時間7日、ドジャースタジアム、パドレスのダルビッシュ U、38、が基地でのドジャース戦、地区シリーズ第2戦に先発、7回、82球を投げて、非安打3、脱三振3、四四球に失点1、自責点1。大谷翔平、30、お完璧な配球で3打数無安打。 ポストシーズンで2年ぶりの白星を上げた第1戦は悔しい逆転負けをベンチで見ていたダルビッシュ自身12度目のポストシーズンの先発マウンド過去11試合で4勝6敗で防御率は4.19と短期決戦はやや相性が悪い5試合で3勝戦勝の地区シリーズ第2戦で先手を取ったのはパドレス1死から2番 F タティースジュニア2 5 が、レフトスタンドへ先制のソロホームラン、パドレスのムードメーカーがチームに流れを呼び込んだ。ダルビッシュは先制点をもらった1回、迎えるは1番、大谷翔平、3 1球目は内角高めにカットボール、2球目はカーブで2ボールになると、3球目はスイーパーで空振り、4球目はストレート、すべて違う球種でカウント2月2日とした。そして、 5球目、外角低めのスライダーで空振り三振に打ち取った。しかし、2番、M、ベッツ、31、2は1球目のスイーパーを捉えられてレフトへ、打ったベッツはガッツポーズ。ダルビッシュも悔しい表情を浮かべたが、レフトの J、プロファー、31、が体を伸ばしてホームランキャッチ、スーパープレイでダルビッシュを救った。 パドレスは2回には2試3塁で地区シリーズ初スタメンの8番 D。ペラルタ37がバックスクリーンへ追加点となるツーラン3対0とリードを広げた。その裏2本のヒットで死球でダルビッシュは虫視満塁とピンチを迎えて7番 G。ラックス26、2レフトへ犠牲フライを打たれて1点を失った。続くは8番 T、エドマン。 29、1球目のスイーパーを完璧に捉えられたがファースト正面のライナー。一塁走者も戻れずにダブルプレイ。ダルビッシュはグラブを叩いて大絶叫。月も味方して最小失点で切り抜けた。3回、大谷との2度目の対戦。1打席目は全て違う球種で勝負したがこの打席は1球目、2球目とスプリットを連投。カウント2月1日とすると、4球目もスプリットでファーストゴロ。 この打席は縦の変化で大谷を抑えた。4回には3番、F、フリーマン、35、のライナー製の打球をライトタティス・ジュニアが配送してジャンピングキャッチ。さらに5番、マンシーの痛烈な打球をファーストの L、アラエス、27、がープレイ、チーム一丸でダルビッシュを助けた。勝ち投手の権利のかかる5回、ダルビッシュは2し2塁とピンチを迎えたが9番、M、 ロハスをライトフライ、走者を貯めて大谷には打席を回させなかった。その裏、1・1・2塁で5番、J ・メリル、21、が貴重な追加点となるタイムリー、4対1とパドレスがリードを広げた。6回、先頭打者は大谷、3度目の対戦、2打席目はストライクゾーンの工程打ち取ったダルビッシュ、3打席目の1球目は118キロのカーブ、 今度は緩急を使って大谷を揺さぶった。フルカウントからの6球目、117キロのカーブでボテボテのピッチャーごろ、ダルビッシュは完璧な配球で大谷を打ち取った。しかし、7回のマウンドに上がったダルビッシュだが、ドジャースタジアムのファンからレフトのプロファーにボールが投げ込まれ、試合が一時、中断した。さらに空き缶なども投げ込まれて、パドレスの選手が避難するシーンも見られた。 約13分の中断後に試合が再開、マウンドで長い時間待たされたダルビッシュは先頭打者に死球を許したが、その後は3人で打ち取り、ハプニングにも冷静な対応を見せて無失点に抑えた。ベンチに戻るとパドレスナインは全員がベンチ中央に集まり、M、マチャド、32、が選手全員の意思疎通を図った。するとその裏、2試1塁で5番。 メリルがレフトスタンドへダメ押しのツーラン。さらに6番、X。ボガーツ、32、も2もの連続ホームラン。9回には K、東岡、34。タティース・ジュニアがこの試合2本目のホームランと合計6本のアーチ。チームが一つになったパドレスがドジャースを圧倒した。ダルビッシュは7回、82球を投げて、被安打3、脱三振3、四死球に、 失点1、自責点1。大谷翔平、30、お完璧な配球で3打数無安打、ポストシーズンで2年ぶりの白星を挙げた。快勝したパドレスは1勝1敗で本拠地サンディエゴへ帰ることになった。ナリーグも多と試合は6対4とフィリーズが2点リードの9回、1死1塁でメッツの M。ビエントス、24。 がこの日2本目の同点ツーランで試合を振り出しに戻した。しかし、その裏、フィリーズは2試12類のチャンスを作り、N。カステヤノス、32、がレフト戦へサヨナラタイムリー。フィリーズが1勝1敗のタイに追いついた。